変わらん隊が来た。殿下がおとりとなって奴らを引きつける番です。アルスランダー殺せ。奴の首には金貨10万枚がかかっているぞ。不安だ。不安ではないと言えば嘘になる。私は引かない。なすべきことを。やめられ。王子を逃がすな。さすがはナルサスだ。敵を大軍には不利な山岳地帯へおびき出すとは。ナルサス様は信用できない男を身の付けて我々は南へ行くと教えておきましたからね。男は予想通り盗みを働き、カーラーマンと見る情報を伝えたようです。カーラーマンは男を我らの患者と疑い、裏を書いたつもりで鍛えやすい。追い詰めたぞナルサス。そしてダリューにエラム。私は素晴らしい仲間に恵まれているが、引かない。だがなすべきことは私には必要ない。皆の期待に応えるためにもっと精進すれば。あそこだ。アルスランがいるぞ。ようやく王子の尻尾をつかんだんだ。絶対に逃がすな。私は引かない。なすべきことは私まで。全て倒したと思ったのに、ゾウが次々と。カーラン、本気なのだな。もうすぐナルサス様が来てくれ。私は引かない。今しばらくのご辛抱。なすべきことは私まで。早速だが、お主らにも協力を願おう。俺こそも敵の後輩をついてほしい。今殿下は敵の先鋒を引きつけておられる。そこに我らが後ろから襲い止めるのだ。同時にもう一人、殿下無双の騎士ダリューンが別方向から攻め入る手はずになっている。承知した。殿下が危うくなる前に成し遂げぬ。何者だ。門を閉じて通すな。信じる。兵を撃って門を取り除く。ところでファランギウス、なぜアルスラン殿下に。私の神殿はアルスラン殿下ご誕生の際、殿下の恩義を持って寄進されたもの。殿下の恩義に断る時は武芸に優れた者がお助けする。先代のカーヒネと遺言により私が選ばれたのだが、どうせ厄介払いであろう。来たからって奇襲だ。すでに門が一つ破られた。早く守りを固めろ。伝令、南の味方部隊が奇襲されています。南にも敵だって。まさか囲まれている。敵は何人いるんだ。100、200か。門を閉じろ。下からの敵をここで食い止めるぞ。神に祈る。さらばじゃ。焼き討ちに使うのか。燃えそうな物資があるな。あれに火を放てば敵も混乱しよう。ならばその役私に任せてはくれぬか。弓兵を束ね火矢を放たせれば武士に火をつけられる。ミスラ神の名のもとに。されているぞ。どんどん味方を呼ぶんだ。
私ならここだ。これ以上罪のない人を殺めること見過ごすわけにはいかぬ。アルスラン、ダリウンはまだか。このままでは殿下が危ない。私は負けられない。皆のためにもここで持ちこたえなければ。これ以上の遅れは許されぬ。殿下のもとへ急がねば。北へ向かう者は固く守られる。周囲の将を倒すという道を開くほかあるまい。ナルサス様より伝令、北の道にカーラーンが現れたとのこと。このままでは殿下が危険です。至急救援をお願いします。わかった、今向かう。門の向こうの連中と合流する気だな。そうはさせんぞ。まずいな、これで終われんぞ。弱いぞ、護衛を呼べ。引くぞ。よし、これで先へ進めるんだ。門を閉めろ。カーラン様のもとへは行かせるな。カーラン、お主に尋ねたい。立派な騎士であったお主がなぜルシタニアなどに膝を崩したのか。欲に釣られたとも思えぬ。理由があるならぜひ教えてくれ。貴様の相手はこの俺だ。カーラン、殿下、よくここまで我慢なされた。あとは私に任せてお下がりください。青にさえな、さまさせる。あの方のためここで倒れるわけにはいかん。やはり強い。生かして捕らえたいところだが、それだけの余裕があるかどうか。